どうもお疲れ様です。体調があまり芳しくないワドです。今から明日で退職をするので、お礼の品をちょっと買いに行こうかななんて思ってます。ラジオ配信ですがお楽しみください。よろしくお願いします。いやー、8ヶ月間ぐらい働いてたんですけれども、本当にいい職場でした。なんか3年ぐらい本当に働けなくて。お、直徳さんお疲れ様です。ラジオラジオ、直徳さん、ご指摘ありがとうございました。ツイッターでようやく意味が分かって、今携帯配信だからなんですけど、通常配信もバグ直したんで、運営さんに問い合わせたら僕の外部配信サイトの設定ミスだったみたいなんですよ。本当に助かりました。他の人からも言われてたんですけど、ちょっと意味が分からなかったんですよ。なんかループしてるループしてるって言われてて、なんだ俺の話そんなにループしてるかと思って、失礼だなと思って、みんなに言われてたんですよ。ワドループしてるよ話がっつって、そんなにしてねえわ、話題豊富だわとか思ってたんですけど、あ、こういう意味だったんだと思ってあれは話ループしすぎだと思っていや、そうなんですよ、結構言われてたんですよ、ループループって。ただ意味が分かってなくて、僕がスベなんで、直卓さんに動画撮っていただいてようやく気づけたんですよ。あれはもう問題解消したんで、これから放送見れるんでよろしくお願いします。あ、いえいえ、ああいうのは本当に助かるんですよ。僕に肖像権はありませんので、じゃん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 上げてくださいそうだ、ちょっと話変わるんだけど、昨日ね、直卓さんのツイッター見てたら知ったんだけど、歌舞伎町で殺人事件があったんですよ。知ってますか皆さん。怖いよ。なんか殴り殺されたのかな、若い子が。結構ね、ニュースとかは俺見ないんで、テレビのこととかは分かんないんですけど、ヒカルくんとかも現場にいたらしくて、なんか封鎖されてすごかったらしいよ。犯人逮捕されたのかな、あれ。ちょっと怖いですよね。なかなかね、このご時世、人を殴り殺すっていうのはね、なかなかないと思うけど。歌舞伎町でお店やってたんで、まあ、辺のね、ことは知ってるけど、殴り合いとか結構もう日常茶飯事なんですよ。一日3、4件は必ずあるんで、もう、喧嘩とかはしょっちゅうなんですけど、さすがに殴り殺すとかは聞いたことないですね。俺がね、そうだったんですか。いやー、ちょっとね、なんか殴り殺すっていうのはちょっとやりすぎなんじゃないかなという、喧嘩の加減をねやっぱ知らないと、ちょっと怖いですね、俺がね一番歌舞伎町でびっくりしたのが、なんか警察官が倉庫を開けてて、なんか田舎の方の家とかだと、なんか小さい倉庫みたいなのあるじゃないですか、家の前とかに置いておくような、ああいう倉庫の中ガラガラって開けたら、ホストの男の子がガムテープで縛られて、えぐえぐ泣きながら警察官に出されて、お前ここ何日間入ってたんだって言ったら、3日間入れられてましたって言って泣いてたのを見た時に、いや、ああ歌舞伎町だなと思って、超おっかないと思いましたね。ホストの子がもううんことかおしっことか垂れ流しながらえぐえぐ泣いてて、なんでこんなとこいんのって言ったら、監禁されましたって、歌舞伎町だなと思って、3日は結構しんどいですよね。僕これ監禁とかじゃないんですけど、友達に車のトランクに押し込められたことがあって、超怖かったっすよ。狭くて暗いところは本当に怖いからね。車で移動したんだけども超怖かった。みんなトランクに閉じ込められた時、脱出する方法知ってる？そうなんだよ、悪ふざけで、なんか俺が寝てる間に友達にトランクに入れられて、俺まあ相変わらずの爆睡くんなんで超怖かったよ。30分ぐらい運転させられたけど、なんで俺拉致られてると思って。でも中から開けられるんですよ、知ってる人は知ってるけど、
あの紐ワイヤーを引っ張るとね中から開けられるようにできてるんですよ。まあ、いらない知識だよね。なかなかトランクに詰められることないもんね。レクチャー明日どうする？会うかい？そうなんそうなんすこのねノウハウを知ってる人はね、あのさらわれる危険が自分にはあるっていうことで調べてる人ですよ、ね、誰かがさらわれたことがあるか、自分がさらわれるような、危機管理能力ってかっこよく言えばそうかもしれないけど、あのトランクに入れられる生き方をしてる人ですね、うん、あ、じゃあ映画の時にしようか。映画の時会おうね、レクチー。行こう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 。たくみさんも誘う、うん、俺あれだよ、障害者手帳持ってるから障害者で割引になるから2人まで障害者予約しといてよ。障害者割引みたいなのあるから。いつもゴジラのところで行く準備いいな準備いいな。じゃあチケット取っといて、うん、準備いいな。いかがです。いやこういうさ退職の時とかって何買えばいいんだろうね、うん、お、ありがとう。俺が起きれる時間で予約していただけるとあの嬉しいです。いや今日体調悪くてさ意識がぶっ飛びそうなんだよね今。ちょっと体調が悪い。そうだね、夜にしようね。はい、分かった、いらっしゃい。今からちょっと伊勢丹に行こうかなと思ってますね。お世話になった会社を退職するので明日。お、うん、外外新宿。ちょっと気分的にあのラジオ配信に最近ハマってて、なんか喋りの練習になるんだよね。映像でごまかせないから。ラジオはいいよ。なんかこう結構俺は好きだよ。映像が見えないからこうなんて言うんだろうな、いいよ。ポッドキャストとかってもともと配信の始まりってこういう感じだったらしいよね。映像で配信できないからみんな喋りで録画したのをアップロードするっていうのが結構流行りだったらしいよね。ありだよ。もともとそういうなんか映像も好きなんだけど、配信者としては喋りに特化してやっていきたいなっていうのが自分の中ではずっとあったから、人の話を聞くのも好きだし喋るのも好きで、しかもそのラジオとかだと見えない相手にこう会話のやり取りはできないわけじゃないですか。あくまで自分からメッセージを伝え続けるみたいなスタイルだと思うけど、今の時代そのリアルタイムでその参加ができるっていうか会話が成立するっていうのはすごい時代だなって本当に思うね。しかもその録画残ってね、人生そのものを録画できるんですよ。もう本当にすごい時代だよ。あ、でも伊勢丹の地下入るとあれかな、電波なくなるかもね。広角機動隊の世界だよね。俺ね、いつも配信やると思うのがクゼをイメージするんだよ。あのクゼってさ、あのなんだっけ、第2部かな、アニメテレビアニメの第2部に出てくる敵キャラなんだけど、あのクゼってやつはテロリストなんだけど、そのみんなから監視されてるので、支援者が数百万人いるんだけど、どういう風にやってるかっていうと、自分の脳みその視覚やとか聴覚やを全部開いて自分の脳をサーバーみたいにしてどんどんアクセスさせて、その自分の行動全てを監視させるのよ。それでどんどん脳の賛同を募っていくっていうやり方をしてて、わあクゼと同じことやってるよみたいな。クゼの場合24時間全部垂れ流してんだけど、すごいなって思うよね。草薙元子がそれにダイブしようとすると脳内麻薬が出すぎてて脳が焼けちゃう。
とんでもないストレスの中で戦ってるんだよ久瀬は。伊勢丹の地下ってさ、お土産コーナーとかあったっけ。今伊勢丹の目の前にいます、新宿のね。あったっけ、あるよね地下街みたいな。ちょっと今から伊勢丹の中入ります。なんか美味しいものとかあるかな。あるよね多分ね、絶対あるはずなんだよ。あーマダムな感じだな、すげえな、バブリーだな。百貨店ってバブリーだよね、なんかね。俺ら庶民とは違うブルジョアの匂いがするよ。高級品が百貨店一時期景気悪くなってたけど、今逆にいいのかもしれないね、格差社会だから。お金持ってる人はねたくさんいるからね。俺バブリーだよ、配信で15万稼いでんだよ。300円のね、300円のコンビニのスイーツ買えるもん。 お菓子いっぱい売ってるわ、お菓子いっぱい売ってる。よしここで買おう。伊勢丹到着、地下1階でございます。何がいいかな、羊羹とかクッキーとか何がいいんだろう。うわすげえ、1個324円だって、まんじゅう。なんか俺ゴディバのチョコレートとかどうかなとか思ったんだけど、何がいいかな、ゴディバあるかな。あるあるある、やっぱ全然高級だもん。こんなさ指先一つのおまんじゅうで324円だよ、どんだけブルジョアだよね。まあでもお世話になったところだから、ちょっといいものを送りたいなとか思って。なんかね安っぽいクッキーとか嫌じゃん。はい、ワドツー。うわ超いい匂い、くそうまそう。ごった返してるよ、ケーキめちゃめちゃいいよ。何がいいかな、手羽先か、うまそうだな。何がいいのかな、お菓子とか。あこっちお菓子コーナーじゃないか、あれ迷子だ。弁当とかめちゃめちゃうまそうだな、2000円とかだって。2000円の弁当とかね、食いたいよね本当に。2000円の弁当とか、なおたくさんかって話だからね。なおたくさんですか。あーケーキとかすげえな。何がいいんだろうな、こういう時ね、気の利いたお土産ができる男になりたいと俺は思ってるよ。できる男。負の連鎖を続いてるのは僕も一緒です。あの人生っていうのは山と谷と流れがあるんですよ。で実はそのうまくいってる時もそうだし、悪くなってる時もそうなんだけど、ブレないってことを僕は心がけてます。若い頃から絶対になんとかなるんですよ。絶対なんとかなって、あの拗ねない、ひねくれない、曲がらない、貫き通す。出費を減らせばいいんで。でその時に男の進化が問われると僕は思ってます。そこでブレたら負け。俺だから今月相当しんどかったけど、本当にしんどかったけど、俺はあれですよ、ブレなかったよ。ブレたら負けだと思ったから、ブレたりすねたりひねくれたりとか人のせいにするっていうのは俺は最低な行為だと思ってるから、もうありのままに生きる。ただ単に金回りが悪いんだったら出費を減らす、それしかできないから。流れに逆らわないこと、うん、俺も辛いよ。でもね俺最近ね思うようにしたのが、俺が周りが不景気だから俺が不景気になったんじゃなくて、俺が不景気だから周りが不景気だって考えるようにした。
だから俺がみんなに元気を与えたらみんなの景気が良くなるから俺の景気も良くなるって、これマジで考えた。これ1週間前にひらめいたんだけど、考え方やめようと思って。俺が世界の中心なんだって。俺が元気なくなったらリスナー元気なくなるから、俺はその配信で元気与える存在にならないとダメだって本気で思ったね。はい、レクチのおかげで景気が良くなりました。ケーキ屋さんの前です。ありがとうレクチ。でもそういうの大事よ、そういうの本当に大事よ。もう世の中ね、自分の思い方だから。おー、いか風船5個ありがとう。景気良くなったわ、いいね。あとつるむ相手を考えた方がいい。悪くなってる時って、これあのね、過去経験がある人を乗り越えた人は絶対言うけど、つるんでる相手が絶対悪い。人間関係整理した方が絶対いい。根本的にね、思い当たるところあるはずなんだよ。あの本当に合う合わないあるからね。あ、この人と合わないなっていう人とね、付き合わざるを得なくなったりしてるんだよ。絶対にあるから、それ絶対あるよ。報われねえなみたいな。あ、報われないのなんか当然だから俺の人生は報われないの当然だけど、だけど 人が本当にいい人と出会ってるから、自分のやりたいことが簡単に報われるんだったらみんな成功者だよ。そんな甘くないから。俺なんか3年歯食いしばったぜ。あの自分でなんか自分のことばっかり言うのもあれだけど、ほんとつらかったよ。本気で死のうかと思ったもん。本気でやめて本気で死んでやると思ったけど、うん、もう才能ねえわと思った。でもね、あの神様は見てるから、うん、あのね、これ絶対そうだけど、10年20年とか一生とか長い目で考えてみ、努力した人間が報われるに決まってるんだよ。人間関係難しいんだよね。でもあのみんなね、3ヶ月とか1年とか3年とか短い単位で考えるから、あのうまくいかないんだよ。10年20年本気で努力したやつがさ、報われないはずがないから。絶対報われるから。だからね、短いスパンで考えない方がいいよ。苦労して当たり前だと思った方がいいよ。そうそう、でレクチならギターやってるから分かるけどさ、うん、人間関そう、人のせいにはしたらダメだけど、人間関係はガチで整理しないと、あの悪い空気を持ってると悪い空気もらうから、それ絶対あるから。うん、40人分買わないといけないかな、難しいな。伊勢丹はちょっと早かったかな俺伊勢丹マジで早かったかもしんないな。難しいな、人に物を送るって難しいな。どうすればいいんだろうね。あ、マカロンとかいいかな。マカロンとかありだな。ちょっと今僕は値段と戦ってますよ。現実と戦ってます。だってお菓子の20個の詰め合わせ5400円とかさ、40人向かったら1万だぜおかしいだろどうしよう。伊勢丹早かったかな俺。俺には伊勢丹はまだあれかな、ちょっとラストダンジョン的な値段だよこれ
これあれでしょみたいな、あの最後の大魔王がいる村とかの値段だよこれ。なんか攻撃力114ぐらいの最終装備だよこれ。値段が高いよ。俺スライム倒すのに必死なんだけど。そうだよ、ラスナン前の武器屋の値段だよこれ。薬草ってこんな高かったっけみたいな。絶対おかしいっていう。絶対おかしいよ。ラストダンジョンだよ完全に。あーなんか和なものもかっこいいな、ちょっと洋館とかね。和なものもいいんだけど、和もなかなかだよ、和も。すげえな伊勢丹なめてたな。なんでこんな人いるんだ、景気めちゃめちゃいいじゃねえかよ。なんでこんな人がごった返してるんだよ。おかしいだろ、俺のところに金回ってきてねえぞ。おいおい大丈夫か。マジむずい。何が喜んでもらえるかな。ゴディバないかな。ゴディバってどれくらいなんだろう。なんかチョコレートの値段とかもおかしいんだよね。ゴディバ。いやーなかなか面食らってるな。いい社会勉強だわ。いい社会勉強しますよ。何も買えない。マジか。伊勢丹レベル高えな。なんかね、うわ超うまそう。何これ、おかしいだろ。弁当がマジ、これが人間の食い物か。これが人間が食べるものか。俺が食ってたの豚の餌だったわ。俺が今まで食べてた生卵かけご飯とか鰹節マヨネーズご飯とか豚の餌クラスでしょ。人間ってこういうの食べるんだみたいな。驚くしかねえわ。早く人間になりたい。ダメだ、俺出ようかな、この空間から。もう耐えられなくなってきた。そうだね、うん、絶対そうだと思う、うん、絶対それはあるよね。だって俺が食ったことないものばっかりなんだもん。俺が食ったことないものばっかりなのにさ、どうすりゃいいんだよって話だよこれ。バームクーヘン、
味が分かんねえかも。ビスケットを、ビスケット1836円、これいいんじゃないかな。ビスケット、ドイツのビスケット、あ、ビスケットいいかもな。ビスケットか。1895年の老舗のビスケットだから間違いないでしょ。味はバームクーヘン屋さんっぽいけど。あ、ゴディバあったわ。ゴディバ発見、ゴディバを発見しました。ゴディバ舐めてたな、完全にゴディバ舐めてたな。ストロベリーの、あー、ちょっと見させてください。ありがとうございます。はい、みんなゴディバどう思う？ゴディバのクッキー、ゴディバのクッキーにしようかな。最初ゴディバ買うつもりだったからそうするわ。すいません、じゃあゴディバのこのこれいいですか？はい、8枚と32枚1個ずつで、はい、領収書ください。ゴディバにするわ。4500円ぐらいする。はい、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 これ中身一緒ですよね。そうですね、はい、リボンか、リボンかです。あ、じゃあリボンで。リボンで。はい。はい。4028。ポイントは持ってるかな、はい、これ使いますか。はい、はい、平和の輪に道路の道で、はい、はい、それで、はい、ありがとうございます、はい、お品代でよろしいでしょうか。あ、はい、大丈夫です。これあの人にプレゼントするんですけど、ね、なんか値段とかって、ね、はい、あ、ついてないですか。大丈夫、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうも。ゴディバにしました。最初の直感でゴディバのね、ストロベリーの限定のクッキー40個買いました。これで俺も食ったことねえゴディバとか、まあでも女の人とかもいっぱい働いてるから喜んでもらえると嬉しいね。オープン5階。よし、じゃあ歩いて帰るか。雑談しながら歩いて帰ります。なんか家の電気が止まってるらしいんだよね。のんたんから電気がって LINE が来たんだよ。電気が止まったって。僕の家は今電気が通っていません。残念なことに、非常に残念なことに我が家に電気は通っていません。はい、みんなお疲れ。伊勢丹出ました。そうだから家に帰っても配信できないから、電気開通工事だから。みんなで頑張って日本の経済活性化させようぜ。回そうぜ金。俺らが5、60代になる頃には若者に苦労させんのやめようぜ、ガンガン使う大人になるんだ俺。待って、俺今の俺かっこよすぎるでしょ。伊勢丹から出てきてゴディバの紙袋持ってるからね、勝ち組でしょ完全に。アロハ HRS パワー新宿、完全に成功者でしょ。いや完全に成功者だよ。まあいい感じだよね。ただ家の電気止まってるけどね。伊勢丹から出てきてゴディバの紙袋持ってるけど家の電気は止まってるから。完全に止まってるから。武士は食わねど高用事ってこういうことだよね。いい言葉だ。ああそうだよ、はいっす。電気が止まっているのではない、私が電気を止めたのだ。かっけえ、和道さんかっけえ。捉え方だからね。全ては捉え方だから。踊ってみた、歌ってみた、電気止めてみた。みんな配信者を目指すな、 YouTuber になりなさい、 YouTuber に。Google 資本はいいぞ。
庭語とかダメ、庭語とかダメ、完全に時代はグーグルだから、グローバル化だから。すげえ、ビルぶっ壊してる。本当に世話になったから、うん、いいんだよ、うん、いいんだよ。歌舞伎町で昨日殺人事件があったんだよ。人、若い子がぶん殴られて殺されたんだよ。やばいよね。しかもなんか犯人を特定したのがツイッターだとか書いてあったよ。こういう動きはみんな早い。悪者探し得意だからね、ネット民は。あのでも警視庁の刑事課のツイッターとかめちゃめちゃいいよ。指名手配とかバンバン書いてあるよ。あれはいい動きだなと思うよ。そう、時代に沿ってるっていうか、警視庁頑張ってるなって。今回はちょっと特殊すぎるかな。いや、ぶん殴り合いはしょっちゅうやってるけど、あー、まあ歌舞伎町は特殊な街だから、あの歴史を知らないんだよね、みんなね、うん、歌舞伎町ってなんで栄えたかって、あれ日本人の街じゃないんだよ。そういう裏の背景とかをわからないと、本当にその歌舞伎町とかに詳しい人ならわかるけど、タブーなんだよね。繁華街っていうのはそういうもんだけど、だからその闇市の理屈がわかんないとちょっと難しいかもね。その正規の値段で物、要は物が売買できない、その戦後とかにさ闇市ができると、要は自由貿易みたいな感じで市民が勝手に市場を始めるんだけど、物を手に入れるためにすごい法外な値段で、まあそれは俺は仕方のないことだと思ってるの。ただ闇市ができると島争いが出てくるから、バックにヤクザの存在が必ず出てくるんだよ。要はその警察とかじゃないじゃん、もともと闇なわけだから、秩序をやっぱ人間で求めるのね。そういう成り立ちの特殊なその島だからしょうがないんだよね。でもまあ、そのなんだろう、本当のヤクザの人はそういうことしないけど、バカじゃないから。
やっぱどの世界でも歌舞伎町だよ、あ、まあ特殊だよ歌舞伎町は。ちょっとスリリングな街ではあるけど、本当に特殊な街だよ。ルールが全然違うんだよ。だからその分魅力もあるんだけどね、そのそういうのが好きな人たちからすると。まあ昨日のドレさんのあの六本木配信見てたけど、もう俺の知ってる六本木じゃなかったよ。もうひどい、歌舞伎町とか日にならないぐらいも人からから。どこも飲み屋ダメだね。もうなんか街全体が本当お金使わないっていうか、街っていうかもう人がだよね。でも超勝ち組と超負け組になっちゃってるから、なんつうんだろう、普通の人相手にビジネスができなくなってんだよ。これはね、ほんとなんとかしないとね、国が傾くよ。あの国自体の経済が悪くなるっていう理屈をね、理解できないんだろうな。だって今政治家がビジネスマンみてえじゃん。政治家の仕事はお金を循環させることだからね、大きく回すことだから。普通は昼ズもそんな盛り上がってないでしょ。本来はそのお金の余ってるところから、てかアメリカみたいじゃん。てかアメリカだと思ってるからね俺は。日本なんかとっくになくなっちゃったと思ってるよ。それはアメリカ行って思った。なんだって俺らアメリカ人だと思ってるけど、全然アメリカ人じゃねえじゃんみたいな。日本人って潜在的に白人とさ、無意識に怒涛だと思ってるでしょ。向こう行ってみ、猿だよ、黒人以下だよ、イエローなんか。日本人はもうアメリカの真似すんの本当やめてほしいんだよな。それでも俺は日本が好きだけど、ね、金持ちっていうのも厳密に違くて、あれなんだよ、会社の内部留保とかなんだよね、大企業とかの。だから本当にどこを手こ入れしたらいいんだろうね、本当に。アレンジャー、いや俺全然イノベーターだと思うよ日本のサービスとか。ただね、マーケティングがね、壊滅的に下手なんだよ。要はうちにうちにと、なんかね、根回しみたいなこと未だにやってるからね。癒着とか大好きなんだよ。イノベーターはイノベーターだと思うよ、日本人って。だって俺思ったもん、ウィニーとかが流行ってた時、 YouTube も違法サイトみたいに言われてた頃さ、ウィニーの方が動画だけじゃなくて全部のファイル転送できるんだから優秀じゃねえとか思って。しかもサーバーいらないんでしょみたいな。違法元の特定先も分かりやすいっつって、なんでこれをお取り潰すんだみたいな。世界に勝てるだろうとか思って。だってビットコインとかも日本人が作ったっていう噂が、生放送だってそうでしょ、アイモードとかもそうだし、全部パクられてやられちゃってるからね。
スマートフォンどころかガラケーの方が俺未だに使いやすいと思う。それはマジでネタになる。なソニーなんかさ、プレイステーションフォンとか作ってたらもう今頃すごいことになってたでしょ。プレステフォン、PSP フォン。だってさ、PSP にさ、電話機能つけるなんて余裕でできるじゃん。小型化して。それスマホじゃんってなるじゃん。いや、日本人は日本の国内のマーケットしか狙ってないから、なんでかって言うとさ、自分たちより儲かってる国って中国とかアメリカとかじゃん。だけど中国はまあ物価が違うし、だから必然的に国内のマーケットで中で回そうとするんだよ。だから日本のあれなんだよな、悲しいと。だってさ、日本でさ1個売るよりさ、ベトナムでさ安い価格にしてさ100個売ったってさ元取れねえんだもんでしょ。だからその世界と、なんつうの、世界のスタンダードをどんどん離れてっちゃうんだよ。例えばテレビなんかがいい例で、200万円するテレビとか100万円するテレビなんか誰も買わねえじゃん。だけど日本はどんどんテレビになんとかリンクとかなんとかなんとかとかいっぱいつけるんだけど、世界中が欲しがってる人は程よく綺麗で3万円のでかいテレビなんだよ。だからサムスンのやり方だよね。そう、別にボタンいっぱいいらないんだよ、テレビが見れればいいんだよ。それを3万円とかでそこそこいいの。そう、20年壊れないテレビ作ってどうすんだよみたいな。日本人はね、あの、なんだろう、改良したりするのとかが超得意なんだけど、今はね、そこじゃないんだよね。日本国内で iPhone がこれだけ売れてるっていうのが、 iPhone って世界的に見てもさ、シェア全然取れてないじゃん。だけどなんでかってさ、高価格帯だからだけど、日本が金持ってる証拠なんだよね。半分ぐらい iPhone 持ってるわけでしょ。冷静に考えてこの端末が10万超えるとか高いじゃん。パソコン買えちゃうんだもん。何の話してんだろうね。またバカにされる。知ったかだとか、本で読んだ知識をとか、なんかまたバカにされる。やめようぜこの話。これはでもなんかこの少子高齢化がその中国より先に、まあ、世界の先進国の中で一番先に迎えるわけじゃん。で世界中でさ、少子高齢化っていうのがどんどん起こっていくわけだから、そのスキームを一番最初に味わうっていうか、愛はどつ、だからこの少子化っていうものを最初に体験して、一番最初にその乗り越えるスキームみたいなものを作ったら、実は海外に売れるんだよね。先に展開できるから、そこはなんか希望かなって。ピンチはチャンス理論です。とんでもないことになるからね。日本国民のほとんどが老人になるんだよ。どうするのっていう。社会保障のスキームだよね。だから子供を作らないっていうことがどういうことなのかっていうのを嫌っていうほど味わった方がいいよね。でもね、子供を作らなくていいようになったってね、ある意味ね、その何て言えばいいのかな、人類が進化したんだよね。そのなんつうの、それくらい娯楽に富んできたってことなんだよ。では本来さ、人間ってその恋愛をするっていうこととか、セックスをするっていうことはさ、
その人生の一大イベントなわけだ。楽しいことなわけだ。それよりもゲームの方が楽しいとかさ、生放送の方が楽しいとか、いろんな娯楽ができてきてるわけでしょ。それをその性欲を解消するものみたいな、AV とか風俗とかもそうだし、どうなるんだろうね日本は。でしょ。でもね、そこにはね、虚しさが残るんですよ。そのクラウド化されたりとか、どんどんネットが人々をつながってるようにしてるけど、全然つながってないの。それが攻殻機動隊の草薙素子が言ってたスタンドアローンコンプレックスだよ。つながってるはずなのになぜかどんどん孤独になってく。要はね、インスタント化されてるの、人間関係が。わかりる？そう、だからつながればつながるほどね、簡略化されればされるほど、そうそう、無縁社会、スタンドアローンですよ、孤立ですよ、孤立。それがね、その放送もう依存しちゃう人、俺のことかよ、俺のことじゃねえかよ、あ、俺のことか、あ、ごめん、俺のことだったわ、俺スタンドアローンだったわ配信のためなら彼女いらないってなっちゃう。悲しいね。そうだね。まあ、なんて言うんだろうな、なんか俺はいつも言ってるんだけど、インターネットはあくまでツールであって、これは世界じゃないっていうことはずっと言ってるんだよね。そうなんじゃないの、やっぱり。でもそれを見抜いてたっていうのは、シローは天才だと思うよ、やっぱり。ネットの未来を完全に予言してたからね、遥か先を、あんなに前に彼には見えてたんでしょだからその技術っていうのは、その人を便利にはするけど、便利さは幸福と一致しないっていうのが俺の考え方なのよ。なんかどんどん便利になってくるんだけど、心の方は、ね、何千年も前のお釈迦様レベルだよこんなに進化してるのに、まだ釈迦が言ったことがまだ説得力があるってすごいと思うよ。3000年前って言ったらね、3000年生ですから、知識レベルで言ったら。それでも俺らは釈迦を超えられないんだよ。うん、だから俺はそこと戦いたいんだよね。旅に出るとか今必要ないじゃん。ぶっちゃけ Google マップでも動画でも何でも情報を手に入るんだよ。いや、知ったかはできるわけよ。だけどもうそこには俺希望ないと思ってんだよね。むしろ逆で、それを生でやってネットにデータを置くっていうことを誰もやらないじゃん。いや、ネットで嘘か本当かも分かんないのよさ、ね、Google に全部真実があるっつってさ、 Google なんてただの検索エンジンでさ、誰かが書いた情報をさ、みんな鵜呑みにしてるだけなんだよ。だけどその 未発掘のものっていうのかな、新たに自分らで情報を掘り起こして、そうリアリティのあるものを出していけば俺はウケると思ってる。だからその旅みたいなものっていうのがすごい必要だと思ってるのね。だから自分にとってね、必要のない人はいっぱいいるかもしれないけど、なんでかっていうと、ほら東京に住んでるっていうのもでかいと思うんだよ俺。ここはもうモンスターだから、街自体が。だけど田舎の方に行ったらね、俺らが忘れてたものを持ってるやついっぱいいるんだよ。そう、そう、情報じゃなくて体験なんだっていうことをね、伝えていきたいんだよね。
そう。本当はでもあれだよ、俺の放送を見たからリアリティじゃないのよ。そうじゃなくて、みんなが本当に感じた痛みとか喜びとかが本当はリアリティなの。だから そこに向かうための装置でありたいのよ。俺が痛かったり泣いたり笑ったりとかをして、それがあリアルだじゃダメなんだよ。結局それも二次情報だから。そうなんだよ、それも二次情報だから。まあ三次情報四次情報じゃないからいいかもしれないけど、そう、本当は自分でやった何かが相反してる、うん、どういうことだろう。そう、矛盾だよそれは。自分の中にある矛盾なんだけど、俺だけ救われちゃう可能性があるんだよ。そうだけど、もし俺のコピーみたいなものができたら、俺は完成するんだよね、本当の意味で。やりたいことが和道の真似して何かやってみようっていう人が現れたら、俺 だけどね本当に感じてんだけど、あのね、昨日も生活保護を受けてる人からメールが来て、和道のおかげで私生活保護を先月抜けたよって、娘のために働いてるよ今っていう DM とか来て、俺は勝ったって思った。そういう人何人もいるの、生活保護の人から私働き始めたとか、和道の行動を見てって。だからこの話は一番にメール送りたかったんだ、ありがとうって本当に届いて、俺は勝ったって思ったよ。そう、そう、生活保護をどんどん抜けてるから。そう、うん、まあほら、プライバシーの問題だから誰っていうのは絶対言わないけど、本当に来てるからね、いろんな人から。3人ぐらい来てるよ。そう、今でも何人かの生活保護を受けてる人と、あの LINE とかのやり取りで、こういうのいいんじゃない、ああいうのいいんじゃないってずっと話してるんだけど、一生懸命頑張ってんのよ。そう。でも人はいつでも変われると思ってるから、本気になればね。変わる痛みみたいなのもさ、辛いだけで実は変われるんだよ。変わる痛みが怖いだけだけど、どんな人でもね変われるんだよ。そう、だからもう先に見せちゃうっていうか、そう、俺が先に動いちゃえばなんとかなると思ってるから、俺が動いたらね、世界中の 3,4 人は変わるんだよ、人生。ケースワーカーとはまた違うでしょ。だってケースワーカーは生活保護受けてないんだから、生活保護者に近い立場だけど、実は対極にある立場だから、うん、でしょ、まあ、近いんだけど対極なんだよ。そう、だから生活保護を受けてるやつと抜けたことがあるやつしか話せないっていうのはあると思うんだよ俺は。だから一回中に入らないといけなかった。真実は中、内側にあるから、それがリアリティでしょ。リアルな不正受給とかも5万と見てきたし、逆に一生懸命働いて抜けてるやつも5万と見てきたし、難しいよ。だけど俺はそこに問題意識ちゃんと感じてるからね。おお、すげえな、55人も見てんのか、こんな話で。こんなヨタ話を55人も聞いてくれてるっつうのはありがてえな。ありがたいね。資本主義、資本主義の慣れの果てなんだよな。もう資本主義はすごいいい仕組みなんだけど、今はもう限界だと思ってる。だってぶっちゃけな話、資本主義になってないもん。資本主義なんで生まれたのってさ、もう貴族みたいになっちゃってるわけよ。階級が分かれちゃってるわけじゃん。
これ以上資本主義やってもさ、昔と変わんねえよ。カースト制度だよこれ。まあ全部が全部そうとは言わないけどね。一回ねフラットにするようなでっかいこと、だから皮肉にも戦争は絶対ダメなんだけど、戦争ってそういうことなんだよね。なんで人類は戦争を求めるかっていうとね、一回フラットにしたいっていう欲求があるんだよ。ぶっ壊したいっていう破壊願望が。今の日本相当やばいと思うよ。火種があったらね、国民暴徒化すると思うよ。一気に戦争に向かうと思ってる、まあ、世界中どこもそうだけど。はい、家着きました。あ、電気ついてないですね。よいしょ。じゃあ一旦放送切ります。皆さんありがとうございました。お疲れ。僕は電気を開通させる戦いに出ます。おつおつ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん。もう